フェアプレーフラッグを持って入場いただいているのは小林典子さん、佐藤久美子さん、伊藤美由紀さん、伊藤美津さん、石塚正幸さん、山谷宗一さんです。 J リーグ、J クラブは試合自体の魅力向上を目指しプラスクオリティプロジェクトに取り組んでいます。2017シーズンは J クラブの全てのホーム開幕戦において選手入場の際にプラスクオリティフラッグを掲示します。イオンリテール様のご協力のもと、未来を担う者たちが旗手となり入場いたします。
ただきありがとうございました。 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひぜひよろしくお願いします。最後まで見てくださって皆さん本当にありがとうございました。それではまた次回の動画で、さよなら、バイバーイ。